改めまして、むつ市長の宮下総一郎でございます。まず、この選挙戦を振り返りたいと思います。この選挙戦は前市長の旧姓により始まりました。私自身、さまざまな思いの中で、職を辞してこの選挙戦に臨みました。ただやはり、この町に戻ってくること自体がこれほぼ20年ぶりということで、まさにこう無名の新人と、そういう気持ちで、また本当に市民の皆様にとってはその通りであったなというふうに思っています。そんな中でやはり市内を隅々まで駆け回り、そして支援の輪を少しずつ広げていった、そういった選挙だったのではないかなというふうに思っています。結果として21,844 票ということで、市民の皆様の圧倒的な支持のもとにこの場に座らせていただいているというふうに認識しております。次にこの選挙戦で私が訴えてきたこと、これについて述べたいと思います。私はまず記者会見でも述べました。まずはやはり前市長の路線を継承するということです。その上でやはり市民の皆様、そして市政の運営、これを安定的なものにするということがまず第一。そしてそういったことを踏まえ、さらには私自身の今までこの1ヶ月にわたっていろんな人からお伺いした意見、考え方、要望、この町を元気にしてほしい、地域の活性化なんとかやってほしい、そしてこの町の魅力を向上させてほしい、そして教育、子育てしっかりやってほしい、そして高齢者福祉、そして安全な町にしたい、そういう市民の皆様の思い、付託に私自身がしっかり応えていく、そのようなことで考えております。また私はこれも繰り返し選挙戦で述べてまいりました。この町の問題はこの町だけで解決できるということではないと思っています。やはり国や県としっかり協力をして解決をしていく、そしてやはり市民の皆様の力を結集して問題に当たっていく、そういったことを訴えて今回当選させていただきました。私はこの市民の皆様にした約束をしっかり守っていくことがまず私の市長としての仕事の第一歩だというふうに考えています。簡単でありますが以上です。